エンディングに一瞬だけ映される炭治郎の幸せな記憶。その中に一枚だけ不自然な写真が存在する。この地は誰の地？鬼滅大学第4回開幕。今回はちょっと怖い話になるかと思いますので、その点にご注意ください。まずはこちらをご覧ください。これはエンディングで一瞬だけ表示されるシーンです。前回の動画でこれらのシーンは単純な写真ではなくて、炭治郎や杏寿郎の深層心理を表したものだということをお話しさせていただきました。その結果、こちらのお腹の子もこちらの小さい子も杏寿郎ではないということが分かりました。興味深く感動的な話になったと思いますので、この動画の視聴を終えたらぜひ見てみてください。そして今回僕が注目したのがかまど家の写真です。一連の流れからして時系列に並んでいるのかなと、そういうふうに思うんですが、僕が気になったのはこの血痕です。この血は誰の血なんだってことです。いくつか可能性が考えられますが、まずはケース1です。個人的にはこれが一番可能性が高いと思ってます。この血は鬼によって殺されてしまった家族5人の血だと思います。少し説明させてください。まず1枚目は父である炭治郎も含めて全員が生きている幸せな写真です。これはいいでしょう。続いて2枚目です。こちらは炭治郎が亡くなった後の思い出です。たださっき3枚目は亡くなった人の血だというふうな話をしましたが、その理屈でいくと炭治郎の血も描かれているんじゃないのかなと、そう思われた方もいるかもしれないんですが、炭治郎にとって炭治郎の死は病死ですので、長い時間はかかったとは思いますが受け入れることができたんです。ちなみに煉獄家とも比較しますが、杏寿郎もルカさんが亡くなった際にルカさんが血となって現れたりはしていません。ルカさんもまた病死だったので、杏寿郎はそれを受け入れて前に進んでいるからです。ただこの3枚目禰豆子と血が写ってますが、この血に関しては鬼によって家族の命が奪われてしまった。そのことから炭治郎はこの死を納得できてなんていないんです。それが血という形になって現れました。そしてこちらの血痕ですが、大きく分けると5つ。これは亡くなった家族の数なんじゃないかなと考えました。じゃあこれは炭治郎の鬼への恨みが見せた真相心理なのかと、僕はそれだけじゃないと思いました。これは炭治郎の優しさでもある。失った悲しみを血の匂いとよく炭治郎は例えます。そして炭治郎はこうも言ってます。ありがとうとも思う、そして間に合わなくてごめんねとも思う。最初の心の写真の1枚目や2枚目のように幸せな記憶をもちろん覚えてるけど、3枚目のように間に合わなかったごめんねだって忘れないよって、これは炭治郎の優しさなんだと思います。他の可能性も当たってみましょう。ケース2、これは炭治郎自身の血なんじゃないか。他の写真に比べて周りが暗闇に覆われつつあるんです。まるで視界が狭まっているかのような。もし俺が死んだら禰豆子は一人になってしまう。これはアニメオリジナルのシーンで炭治郎が言った言葉です。そういった不安がこの光景を見せたのではないか。炭治郎は今にも倒れそうになっていて、そして禰豆子は炭治郎の元から離れることができません。空からは光が差し込み始めています。これは月明かりなのか太陽の光なのか。ケース3、禰豆子は血を見ずに空を見ています。これは炭治郎が禰豆子に対して、あるいは周りの人に対して、禰豆子は人間を食べたりしない、そしていつか太陽の元を歩かせてあげたい、そういった炭治郎の決意が現れた一枚とも考えられます。というわけで今回の鬼滅大学第4回は以上ですが、ぜひ皆さんもコメント欄にこのシーンについてはこういう意味なんじゃないかなってところ書いてもらえると嬉しいです。鬼滅大学の2から4までにいただいたコメントは1本の動画にして返信させていただきます。詳しくは概要欄にありますのでご覧ください。というわけで今回珍しく怖い話になってしまったんですけど、最後まで聞いてくれてありがとうございます。ちょっとした幸せを提供できたでしょうか。次の動画でお会いしましょう。またね。